はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょうまあ、最近ね、僕ね、 めちゃくちゃね、想的になってんですよ。想的っていうのはマニックってことですよ。想鬱つの層だけど、最近暖かくなってきたでしょ。かなりね、体とか心とか、もうめっちゃね、活動したがってんですよ。僕ね、やっぱ想鬱つ的な部分は必ずあると思います。だって、もう数週間前ぐらいだったら、もう振動みたいな、何もしたくないみたいな。寒かったからね。だけど今はもうね、めちゃくちゃ何でもしたいみたいな。動画たくさん撮って、動画出して、本読んで、あと ダイエットもね、めっちゃしようとか思ってきてんですよ。裏表っていうか、真逆のところ言ってる感じがあってね、ちょっと怖いんですけど、まあ、そのね、一つの影響で、ツイッターをね、しようって思ったんですよ。僕ね、独量本のツイートはね、することにしてんだけど、普通の雑談みたいなね、ちょっとした思いつきみたいなね、今まで全然なかったの。今までっていうかやっぱ冬ですね、寒くなった時は、ツイートすることもしんどかったんで、も何もしなかったんですけど、最近ね、もうね、 いろいろ思いつくわけ。絶対そうだと思うけど、思いついて、あ、これツイート書こうかな、みたいな。思うんだけど、この前ね、僕のしたツイートは、日々ね、忙しくて時間もないのに、無理やり時間を作って、僕は毎月ね、30冊読んでるんですと。で、こういうことに意味があるんでしょうかみたいなツイートをしたんですよ。そうするとね、そんなことしても意味ありませんよ、みたいなコメントも返ってくるわけですよ。自分で楽しいと思ってないのに、読書するの。 意味ないですよみたいなでも僕そんなこと一切書いてないけどね。楽しくないとは書いてないけど、僕の書いたツイートでは他にやりたいこととかも我慢して読書に費やしているとい、時間をね。で、それはいいのかみたいなことを言ったら、それは何かのリターンがあるんですかと。私が思うにそのリターンは少ないと思います。みたいな。いや、何を知ってんだよみたいなコメントが来るときあるんですよ。でもね、僕ね、本当に他のことを我慢して時間を作って読書するしかない。 ないんですよそういう人間なんですよ。それはね、選ばざるを得ないわけ。読書。 文学、小説ね。で、みんなね、前提条件がまず違うよ。ここまで本集めてて、本めっちゃ読むみたいなやつは、ちょっといかれてんのよ。頭が。で、何かっていうと、すべてを犠牲にしてんだよね。もう犠牲にしまくってるから、でもうそっからやめられないわけ。中毒になってるわけ。依存症になってるわけで。そういうやつにね、楽しくなかったら読書しない方がいいですよとか言ってもね、無理なわけですよ。そんなんできなったら、最初かんわみたいな、ある中なのに、体壊すから酒 とかタバコやめときなさいよとか言ってもね馬の耳念仏だから意味ないんですよ読書中毒なわけ明らか身体とか心とかに来てんだけどでもねそれでいいと思うんだよねそうとしか生きられない人っていうのが一定数いると思うで、そういう人は文学によって救われてるよ文学なかったら死んでると思うからねで、最近ね声読んでんですよこれねショウのより子さんの愛に てっていう小説で、これ、翔野寄子っていう作家が、藤枝静夫っていう作家が大好きだったんですね。藤枝さんはもう亡くなってんだけど、それについてずっと書いてるわけ。藤枝静夫の人生とか、藤枝静夫の作品から影響を受けた自分の作品とか、あとどういうつながりがあるかとかね、文学的な位置づけとかをずっと書いてるんですよ。翔野寄子っていう作家は、僕がこんなことを言うこと自体がおこがましいですけれども、やっぱりね、ちょっと生きづらい人なんですよね。この中でもか 書いてるし、もう他人と一緒に生活できないみたいなね。ことも書いてるともう昔からだとそういう作家なんですよ。だけど、文学があったからずっとやり続けられたと。 で、翔野より子がね、群像新人文学賞を取るんですよ。で、群像新人文学賞っていうのは、応募型の新人賞で、講談者がやってんだけど、そこの選考委員に藤枝静雄がいたんですよ。で、その藤枝静雄が翔野より子をめちゃくちゃ褒めて、推薦して、もう泣くぐらい、号泣してまで推薦して、受賞して、作家になれたっていうぐらいの人らしいんだよね。そういうことがあったらしい。だから、翔野より子は藤枝静雄に感謝してるわけですよね。師匠と呼んでるわけ。で、そういうのが、 書かかれれててんだけどでもそうやってしか、ね、生きられない人は作家っていうのはもうどんなにね、社会不適合者でもやっていけると思うんです。映画のね、ドライブ・マイ・カーでもね、ちょっとそういう話出てきたんですよね。作家じゃなかったけどね。あれは演者っていうか、俳優とか女優とかは、社会的にダメなやつでも、 そういう芸術的にはもしかしたら上手いかもしれないと。そういう方向で行くのもありですよと。あなた人間失格だけど、でも俳優は合格かもしれないみたいなことを言うね、シーンがあるんですけど、そういう人たちはやっぱり小説にね、まあ文学とか芸術とか、まあ他の絵画、音楽とかいろいろあるだろうけどね、映画とかね。そういうのに携わっていったらいいだろうし、自分で作れなければね、それを受ける側ね、読者だとか視聴者だとかいろいろあると思います。 ますけど僕の場合は、読者ですよね。もう一読者として、そうやって本を読むしか生きていけない人間がやっぱいるんですよね。で、もう一つは心理学的なことですよね。僕どちらもやっぱ好きなんですよ。僕は心理学の大学院まで出て、そういう資格も持ってるんですけど、なんで心理学に興味あったかね、大学に入るときはわかんなかったけど、やっぱり自分自身がそうやって救われようとしたんだと思うんだよね。心理学って言ったら、いわゆるカウンセリングの方ですよ。みんななんかで、ね、心理学って言った ビジネス系の心理学で統計だとか科学的だとかエビデンスがうんぬんとか言ってんだけど全く違う領域なんだよね。臨床心理学ですよ、僕がやってるのはね。で、そういう人はやっぱりカウンセリングとか、あと文学とか芸術とか、あとは宗教とか最終手段だからね。人類に残された最終手段じゃないですか、その辺って。ちょっとしたことで生きづらさが解消されると。環境を変えたら生きづらさ解消されるみたいなことがね、あるんだったらまだいいですよ。それをす ではいいいとと思うんんんだけどど僕環境を変えてももずっとしんどいもん何回か職場転々としたりとか家も転々としたりとかしたけどもうどこ行ってもしんどいもんだから何も変わらないことをするしかないわけですよそれがもう文学読むことね、まあ、だから僕が文学をねもし辞めるときが来るとしたらそれはもしかしたらこの世のどこかに僕がいてもしんどくない場所ね僕が生きててもいい場所みたいなところを見つかったときだと思うんだよねそうすると文学っていうのは も不要になってしまうと僕思うんですねあの趣味で僕は読書してるっていうよりかはしなければならないと義務的なことでやっててそれはもしかしたらしんどいことかもしれないまあしんどいこともあるとてもあるだけどそれをしなくちゃもっとしんどくなるしみんなで、ね、なんか楽しい楽しくない軸で考えてるでしょ楽しいからこれをしましたと楽しくないからこれはやめましたみたいなまあよくビジネス用語的な断捨離的なさ不要なものは捨てましょうみたいなことを いう人いるるけどそれができるのは楽だよとてもだって人間ってもっとさ心の奥にさぐちゃぐちゃになってるやつがあってしんどいのに捨てられないとか楽しいけどやめたいとかそういうのあると思うんだよね何か楽しいことがあった時にちょっと遠ざかったりするもんね幸せがとても怖い時あるもん僕はなんかこの人と喋ってるのを楽しいなとか思ってもどうせ自分は不幸になるんだから とか、あえてその幸せな関係を捨てたりっていうか、まああんまり連絡しなくなって自然消滅したりとか、そういうことってね、ないですか 皆さん。ないのは幸せだよね、とてもね。自分の意志で自分をコントロールできるんだから。楽しいから何かする。楽しくないから何かしないみたいなのは、できること自体がね、とても幸福なことだと思うよ。そういうものが完全に消えることってね、ない人いるんだよ、ね。一生それを背負い続けて、自分の心に変い続けなければならない人っているんですよ。まあ、もしかしたらそんなことを言うと、いや、人類みんなそうだよ、とか言う人いるんですよね。単純 人間ってそんんななもんじゃないとか言う人もいるんだけや、その幸せは自分で努力して手に入れたからでしょ、みたいな。あなた努力したのみたいな。言ってくる人もいるんですよ。だからそういう人とはもう会話できないですよね。もちろんそういった人の方がもしかしたら正しいかもしれない。僕が全部間違ってるかもしれないけど、でも僕がもし間違ってたとしてもね、だからそっちの言ってることを言うことを聞 聞いていればね、良くなるかっていうとまた違いますよね。だから正しい正しくないとか間違って間違ってないとかで言うと解決されないことなんだよね。あんたそれ間違ってるよとか言ってもね、本人はもうどうしようもないんだから解決されないですよね。人間ってやっぱ面白いのは言葉なんだよね。言葉は自由であって、どのようにも書けるゆえに、この世に存在しないものですら書くことができるので、意外とね、自分が思ってて周りの人は全く理解してくれないことが 遠い国のところで住んでる作家ね外国とかの作家とかもしくはもう何千年前とか何千年後とかに書かれた作品とマッチする時あるんですよねだからそれがやっぱ楽しいというか面白いというかそういう人はやっぱり文学が救うともう魅力菩薩的なみんな救ってあげるよみたいな度量のでかい学問だということなんだよねそれがわからない人っていうのもいるし別に読書っていうのはそれともう一個やっぱエンタメみたいな娯楽みたいな こともあるからさだから僕は別に娯楽はダメだとか言ってるわけじゃないんだけど僕も娯楽が欲しい時あるからそういうの読んだりするけどそれともう一つ救いの文学みたいなのがあってでそれが僕が言う純文学だということですよまあ、僕はちょっと今総定になってるんでなんかこういうことばっかりね考えてますねまあ、また動画いっぱいね作ろうと思います毎日投稿できるかわかんないけどできるように努力しようと思いますんでまあそんな感じでございます、まあ、そんなところでまあ今回は終わりです高評価コメントチャンネ 登録ね。どうぞよろしくお願いします。ではでは、スカちゃんでした。バイバイ。